ヒイラギさんは先ほど戦いましたね、予選で。伊豆さんはよく黒ブラのトップ3とかでよく見てますね。はい、誰か喋って。強いキャラなんで、ああやって上からね差し込むタイプがかなり有効。まあただロゼッタ側もそれ分かってるんで、そこら辺をうまくさばけるのがまあロゼッタ側の足を見せたくて、しっかり反応狙ってますね。さあ辛い展開、下足を横スマートラス、下上がり下スマルとがめる。さあもう一度謝りますかね。さあ上げの展開が長い。さあライン回収前台から B へ。さあチコがいなくなって
ああこんな感じですね。もうね、全然見ててもね、何喋ればいいか分かんないですよ。はいはいはい、カメラが逆になってます、申し訳ない。このカメラを設定した人間が今どこかに行ってるんで、休憩してるんで、直し方がわからない、本当に申し訳ない。この弱のね、なんていうの、出し続けるのもスマホっぽいですよね。カードてかロゼッタがロゼッタがなんか出てると出てるというか、相手はいつもチキを処理するのを優先させますよね。デラックス的にはね、アイスクライマーっていうやつがいるんですが、あいつは本体を倒すのはいいやつで、相方はもう全然倒す気はない、倒す気はないというか邪魔するだけして本体を。そんなわけにはないですね。やばい方向が見えましたが、あれで死ぬんですね。コンボというか、あのウエスマ強いですね。勝ったのはユズさん。